日本神奈川県川崎市幸区、遠藤町。遠藤町は、神奈川県川崎市幸区の町名。2016年2月16日現在、住居表示は実施されていない。2010年の国勢調査時点での面積は7.31ヘクタールである。郵便番号は212-0006。幸区の東部に位置する三角形の町である。 北端を国道409号が、西端を国道1号が通過している。北西の角には、川崎市立三行小学校が位置している。なお、常述のように正式な読みは、遠藤町であるが、一般には、遠藤町と読まれる。遠藤町は、北端で、府中街道を挟んでとてと、南端で、河原町と、西端で高野町と接する。これらの町域は、 幸い区に属しており、遠藤町は、草界、市境に接さない。住宅地の地下は2014年1月1日に公表された工事地下によれば、遠藤町41番4の地点28万6千円平方メートルとなっている。江戸時代の当地は一面の水田であった。その頃には、現在の地名で言えば、川崎区間路にある石間の堂が栄えていたが、 周囲の地名が遠藤のであり、遠方からの参拝客は遠藤高知であった当地と混乱したという。とての小技であった遠藤高知に由来するが、それ以上のことは分かっていない。なお、遠藤町は遠藤高知だけでなく、下河原高知も一部が含まれる。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。沿道町経由と多経路統治を経由するバスは、川崎市交通局が川崎駅、西口北と上平間や武蔵小杉駅を結ぶ川71系統を、東急バスが川崎駅、西口北とも丹田駅を結ぶ半零一系統を運行している。なお、両者ともバス停の読みを、 遠藤町としているほか、他の系統も合わせると、川崎駅、小向井交番前間の経路が3通りあり、遠藤町を通る系統については識別のために、遠藤町経由と称されている。当地の北端を国道409号が、西端を国道1号が通り、両者は遠藤町交差点で交差している。ありがとうございます。